25日土曜日には試験の内容を聞ける、体験できるボートレーサー募集インフォメーションブースが開催されます。ゲストは香川支部の片岡正弘選手です。また3階特設会場では太陽の光で走る電車を作ろうソーラートレイン工作教室がご覧の時間で行われます。1月26日日曜日にはボートレースオールスターファン投票がサテライトスタジオ横で行われます。また今節最終日の28日火曜日にはイベントホールにて優勝戦出場選手への直撃インタビュー、そして優勝戦終了後には優勝者表彰が行われます。続いて JR ワープハイクイズです。1月23日から28日までボートレース丸亀で開催するレースは G3 第29回 JR 四国丸杯競争です。丸に当てはまるアルファベット2文字を書いてご覧の宛先までご応募ください。正解者の中から抽選でご覧の商品をプレゼントいたします。なおイベントやクイズの詳細につきましてはボートレース丸亀のホームページをご覧ください。第2レースの前日予想です。本命は1号艇吉永康弘選手、対抗は2号艇加藤翔馬選手で、3号艇三宅健太選手と4号艇大谷健太選手にも印がついています。フォーカスはご覧の通りです。ぜひ参考になさってください。JR 四国ワープハイ競争シリーズ2日目第1レース予選競争ウェルカムブルーナイターオープニングレース、出走メンバーはご覧の6選手です。まもなくピットアウトです。ブルーナイター G3 第29回 JR 四国ワープ杯競争2日目を迎えました。今日も上空は曇り空、ただ気温は昨日の同じ時間帯と比べまして少し高く、現在12度あたりを示しています。シリーズ初日は篠崎仁がドリーム戦を含め2戦2勝とさすがの走りを披露。また前半戦はインデッセ、後半に入ってからはインが強さを見せ、人気サイドから馬周権決着とバリエーション豊かな決まり手結果となりました。そしてダブルドリーム戦の今節、今日はその2つ目のドリーム戦を控えます。シリーズ2日目の攻防、水面上は第1レース予選競争ウェルカムブルーナイターオープニングです。1号艇木下陽介、2号艇松下智之、3号艇小野達也、4号艇本橋勝弘、5号艇金田聡、6号艇西田康史、以上6名の対戦です。インコースは1号艇木下陽介、2コース6号艇西田康史、3コースには地元2号艇松下智之、ダッシュ3艇4コース角には3号艇小野達也、5コース4号艇本橋勝弘、サイアウト6コースに5号艇金田聡。スタート展示同様の並びとなっています。第1レース予選競争ウェルカムブルーナイターオープニングです。1番6番2番ダッシュ3番4番5番です。スタートしました。2コース4コース6号艇西田、4コース角からは3号艇小野が好タイミング、スリット後出ていく、ここは内側というのをまくっていく、そしてまくり出した4号艇本橋向こう正面、ここは展開ついた4号艇本橋のまくり出し優勢、2番手はレースを作った3号艇小野、
差がついて3番手には5号艇金田、後方は6号艇2号艇1号艇。なお第1レーススタートは正常です。一緒にマーク先頭4号艇本橋、2番手外を行くのは3号艇小野、内側から5号艇金田艇がバンド、先頭は4号艇本橋、2番手は3号艇小野、立て直して3番手は5号艇金田がキープ。上位体系は4番3番5番、後方は6号艇2号艇1号艇。レースは2周目耐えています。先頭は4号艇本橋、2番手は3号艇小野、3番手でクリアは5号艇金田。向こう上面に入って上位3艇4番3番5番となっています。差がついて4番手には6号艇西田、後方2号艇松下、1号艇木下。6艇これより2周にマークです。先頭は4号艇本橋、2番手は3号艇小野、3番手5号艇金田。各艇ホーム側上位体系は4番3番5番、最終周回に入っています。本番レース4コース角から3号艇小野が好タイミング一気の攻めを見せていきました。その内側まくり出し決めていった先頭は4号艇本橋、2番手は攻めていった3号艇小野、3番手は5号艇金田となっています。本番レース外の艇が上位を形成、4番3番5番、後方6号艇2号艇1号艇、最終コーナーへと移ります。先頭は4号艇本橋、2番手は3号艇小野、3番手は5号艇金田。最終コーナーからホームへと戻っています。上位体系4番3番5番、先頭4番本橋降臨、2着3番小野降臨、3着5番金田降臨、6番西田、2番松下降臨、ラストで1番木下降臨です。着順確定をお知らせいたします。1着4番、2着3番、3着5番以上でございます。第1レースの払い戻し金はご覧の通りです。ただいま第2レースのスタート展示を行っています。出走メンバーは1号艇吉永康弘、2号艇加藤翔馬、3号艇三宅健太、4号艇大谷健太、5号艇堤健一、6号艇堀本優也、以上の6名です。チルト角度は5号艇が0度、その他の5艇マイナス 0.5 度、チルト角度5号艇が0度、その他の5艇マイナス 0.5 度としています。重量調整、5号艇が 1kg、 6号艇が 2kg を行っています。5号艇が 1kg、 6号艇が 2kg の重量調整を行っています。ただいま第2レースのスタート展示を行っています。スタート展示の進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート展示の進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番。なおただいまのスタートにおきまして1番、6番はフライングでした。バンブーさん、きたきたきた。続きまして第2レース予選競争の周回展示を行います。
協定地元香川吉永康弘、日本亭兵庫加藤翔馬、三号亭広島三宅健太、四号亭埼玉大谷健太。バンブー3結果は東京鈴木健一、六号亭愛知森本優也。以上の6選手によりまして第2レース予選競争を行います。なおスタート展示の進入につきましてはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番。繰り返します。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でございました。バンブーさん無言かよ。1レースの払い戻し金です。2連冠4番3番3550円、14番人気2連複3と4の組830円、3番人気3連冠4番3番5番9430円、43番人気3連複3と4と5の組1310円、5番人気でした。その他はご覧の通りです。第2レースの各種データをお伝えします。出走メンバーはご覧の6選手です。5号艇堤健一選手はフライングを1本持っています。枠番別過去出走データです。枠番勝率が最も高いのは2号艇の加藤選手で 8.20 としています。2枠10走全てが連に絡む成績でそのうち3勝を挙げています。勝率で続くのは1号艇の吉永選手で 7.00。 またスタート展示はショーターさん勝ってるか。5号艇堀本選手は10走中6走でコースを内に動いています。ショーターさん起きてるのか。ボートボーイ新概念データです。1コース1号艇吉永選手の1着率は 40.0%、2コース2号艇加藤選手の逃がし率は 58.6% で、2コースの差し率を 20.7% としています。その他4号艇大谷選手は過去1年間の4コース戦でまくりで3勝、差しあるいはまくり差しでも同じく3勝を挙げています。各選手の節間成績です。1号艇吉永選手、昨日の後半レースでは先頭争いのシーンもありましたが、道中で逆転を許し惜しくも2着としています。また6号艇堀本選手は昨日の前半レースを恵まれで1着としています。
品交換状況です。6選手ともプロペラの変更、部品交換、ボートモーターの変更はありません。直前情報です。展示タイムは1号艇6秒79、2号艇6秒76、3号艇6秒72、4号艇6秒87、5号艇6秒82、6号艇6秒84です。選手体重はご覧の通りです。5号艇が1キロ、6号艇が2キロの重量調整を行っています。チルト角度は5号艇のみ0度、その他の5艇はマイナス 0.5 度。チルト角度は5号艇のみ0度、その他の5艇はマイナス 0.5 度としています。平均スタートデータです。1号艇吉永選手は昨日初日の2走は本馬08と本馬17というスタートタイミングでした。2走の平均スタートタイミングを本馬13としています。同じく6号艇堀本選手も初日2走しての平均スタートタイミングを本馬13、本馬04と本馬21といういずれもトップスタートで、平均スタート順は 1.0 となっています。オリジナル展示データです。1号艇の地元吉永選手は1周タイムと直線タイム2項目が1番時計でした。また展示タイムが最も早かったのは3号艇の三宅選手で6秒72としています。5時28分現在の水面気象状況です。天候は曇りです。風向きは北で、スタンド方向からの斜め向かい風2メートルのコンディション。波の高さは2センチです。気温は12度、水温は10度です。干潮時刻、満潮時刻はご覧の通りです。代わって本日の潮汐表です。今日は干満差の大きい大潮ですが、干潮時刻が6レースごろということで、1日を通して潮位は低い位置で推移していきます。現在の競争水面の様子です。この時間はスタートラインに対して右斜め向かい風のコンディション、風速は2メートル前後となっています。現在水面特に荒れた様子はありません。1レースのリプレイをご覧ください。第1レース予選競争、ウェルカムブルーナイターオープニングです。1番、6番、2番、ダッシュ3番、4番、5番です。スタートしました。2コース、4コース、6コース、西田、4コース角からは3コース、小野が好タイミング。スリット後出ていく、ここは内側というのをまくっていく。そしてまくり出しは4コース、モーター足向こう正面。ここは展開ついた4号艇元足のまくり出し優勢。2番手はレースを作った3号艇尾野、差がついて3番手には5号艇金田、後方は6号艇2号艇1号艇。なお第1レーススタートは正常です。一周にマーク先頭4号艇元足、2番手外を行くのは3号艇尾野、内側から5号艇金田手がバンド、先頭は4号艇元足、2番手は3号艇尾野、立て直して3番手は5号艇金田がキープ。上位体系は4番、3番、5番、後方は6号艇、2号艇、1号艇、レースは2周目に入っています。
先頭は4号艇元橋、2番手は3号艇小野、3番手でクリアは5号艇金田。向こう上面に入って上位3艇、4番、3番、5番となっています。差がついて4番手には6号艇西田、後方2号艇松下、1号艇木下、6艇これより2周2番です。先頭は4号艇元橋、2番手は3号艇小野、3番手5号艇金田。各艇ホーム側上位体系は4番、3番、5番、最終周回に入っています。本番レース4コース角から3号艇小野が好タイミング一気の攻めを見せていきました。その内側はまくり出し決めていった先頭は4号艇元橋、2番手は攻めていった3号艇小野、3番手は5号艇金田となっています。本番レース外の艇が上位を形成、4番、3番、5番、後方6号艇、2号艇、1号艇最終コーナーへと突入します。先頭は4号艇元橋、2番手は3号艇小野、3番手は5号艇金田。最終コーナーからホームへと戻っています。上位体系4番、3番、5番、先頭4番元橋降臨、2着3番小野降臨、3着5番金田降臨、6番西田、2番松下降臨、ラストで1番木下降臨です。第1レースの払い戻し金はご覧の通りです。画面では第2レースのオッズをご覧いただいています。第2レース場外締め切り予定時刻は15時52分、午後3時52分です。丸亀の投票用乗降度は1号シャープ、1号シャープです。アルバート・オブ・インパクト三振だか？
ショーターさん、おわたか？1レースの競争成績です。1着4番本橋克弘、2着3番小野達也、3着5番金田聡、4着以下はご覧の結果となっています。払い戻し金は2連単4番3番3550円、14番人気、3連単4番3番5番9430円、43番